フォーミダブルは、イギリス海軍が、第二次世界大戦で運用した、航空母艦。イラストリアス級航空母艦の3番艦。フォーミダブルは、恐るべきのい。ベルファストのハーランドウルフ社で1937年6月17日に、寄港。1939年8月17日に浸水。1940年10月31日収益。 試験を行った後搭載機を乗せ、12月12日にスカパフローに到着した。12月18日に、フォーミダブルは2隻の授洋艦を伴ってスカパフローを出港し、3隻は12月26日から戦護衛を行った。途中シエラレオネに立ち寄り、1941年1月22日にケープタウンに到着した。 フォーミダブルは1月26日に南アフリカを離れ、従順洋艦間ホーキンスを伴ってインド洋を北上した。2月2日、イタリア領ソマリランドのモガディシュとキスマヨーに対する空襲を実施した。2月13日と21日には、マッサは空襲を行ったが、13日の攻撃の時は2機が失われた。フォーミダブルは、 英領マルタ行きの輸送船団を護衛中にドイツ空軍の攻撃で損傷した空母イラストリアスの大艦として地中海艦隊に加わる予定であった。そのために通過する必要のあるスウェズ運河ではこの時期問題が発生していた。それは嫌いであった。2月初めに複数の船が運河内で食い一度は運河の通行が再開されるも、 2月18日と22日に、また嫌いが付設されてしまった。運河南部の嫌いが処理されると3月7日に、フォーミダブルは、運河に入り、嫌いで沈んだ、ギリシャ商船の手前まで進んだ。3月8日には、運河北部の嫌いも処理された。フォーミダブルは、沈船の場所も無事通過し、3月9日に、ポートサイドに到着する。 同日中にアレクサンドリアへ向かい、3月10日に到着した。フォーミダブルガチ仲介戦線で参加した、最初の作戦は MC 級作戦であった。この作戦では、アレクサンドリアとハイファからマルタへ、メガワット6戦団が向かい、その護衛のため3月20日にフォーミダブルなどもアレクサンドリアから出撃した。戦団は無事マルタに到着し、 フォーミダブルなども3月26日にアレクサンドリアに帰島した。1941年3月26日から27日にかけてイタリア王立海軍の新鋭戦艦ビットリオ・ベネトや多数の巡洋艦と駆逐艦が出撃し、それを受けてカニンダム帝徳が率いるイギリス地中海艦隊も出撃した。その中には クイーンエリザベス級戦艦3隻とフォーミダブルの姿もあった。3月28日に連合国軍とイタリア海軍の巡洋艦部隊が遭遇し、またパンミ先置き戦が始まった。フォーミダブルの艦上攻撃機は策的に出撃した後、イタリア艦隊に対する空襲を観光することになった。午前11時27分、フォーミダブルのアルバコアが移戦艦。 ビットリオ・ベネトを攻撃した。魚雷は命中しなかったが、イタリア艦隊は撤収を開始した。退却するイタリア艦隊に対し、フォーミダブル攻撃隊や、クレタ島から発進したイギリス軍機が攻撃を加えた。まずフォーミダブルのアルバコアが、異戦間、ビットリオ・ベネトに魚雷を命中させ、次いで、フォーミダブルとクレタ島からの攻撃隊のうちの一機が、 コレシゲ巡洋艦ポーラに魚雷を命中させた。イタリア軍はポーラ救援のために何隻かの艦艇を送ったが、それらは追跡してきた地中海艦隊と遭遇し、野戦でザラ90巡洋艦3隻と駆逐艦2隻を失った。4月、フォーミダブルはマルタからアレクサンドリアへ向かう ME7 船団と、マルタへ補給物資を運ぶ船の護衛と、 トリポリに対する攻撃を目的とした MD2 作戦と MD3 作戦に参加した。フォーミダブルは4月18日に3隻の戦艦などと共にアレクサンドリアから出撃した。4月20日、戦艦3隻などがトリポリを砲撃した。1941年5月26日にフォーミダブルはカルパとスジマ空襲を実施したが、 187 18スツーカの編隊がフォーミダブルを攻撃し、急降下爆撃により一発の5 0 0ラム爆弾が飛行艦板の外側を通過後に海面で爆発して、船体の右側面を破壊し穴を開けた。さらにもう一発の5 0 0ラム爆弾も資金弾となって損傷を拡大させた。攻撃したスツーカのうち一機は攻撃任務から帰還した。 フェアリーフルマーが撃墜している。せっかくの走行飛行艦板を生かすことができずに損傷を負って、フォーミダブルは戦線離脱を余儀なくされた。応急修理の後、7月25日にアメリカ合衆国のノーフォーク海軍造船所で開港されて、本格修理がなされて12月に戦線復帰した。1942年前期、フォーミダブルは 太平洋を横断し、イギリス海軍の東洋艦隊に編入された。連合国軍は、インド洋で、日本海軍の南雲機動部隊を迎え撃つ。現実問題として、正規空母5隻と、混合型戦艦4隻を擁する南雲機動部隊に、対し、イギリス東洋艦隊の劣勢は否めなかった。4月4日からの正論を機械戦で、イギリス軍東洋艦隊は、 軽空母、ハーミーズと従順王艦2隻などを失う。セ論ロン島のコロンボ基地並びに、トリンコマリー軍港も、ナグモ機動部隊の攻撃で、大きな被害を受けた。イギリス東洋艦隊は、ボンベイとアフリカ東岸モンバサのキリンディに港まで撤退し、フォーミダブルなど、イラストリアス級空母が、ナグモ機動部隊と直接交戦することはなかった。フォーミダブルは10月に、 地中海に戻り、北アフリカ戦線を呼び、イタリア戦線への援護を行う。その中には、連合軍のシチリア島進行が含まれた。その後北極海を航行する輸送船団の、警護任務に就く。1944年7月17日、フォーミダブルから発艦した、ソードフィッシュが、ノルウェーのフィヨルドに潜むドイツ戦艦、ディルピッツ攻撃に参加した。 8月には、グッドウッド作戦の一環として、ティルピッツに対して、さらなる攻撃を行う。11月11日、フォーミダブルの関西機は、ドイツ潜水艦 U-331 を攻撃し撃沈した。この頃のフォーミダブルの艦上戦闘機は、イギリス機ではなく、アメリカの新鋭関西戦闘機である F4U コルセアとなっていた。 後に攻撃機もイギリス機のフェアリーバラクーだから t b f アベンジャーとなり F6 回ヘルキャットも搭載された。大西洋や地中海でドイツ海軍を壊滅させたイギリス海軍は戦後のアジアへの影響力も考慮して太平洋戦線に艦隊を派遣することを望んでいた。ダグラス・マッカーサー元水ラーアメリカ軍の指揮官の一部は イギリス軍の今までの太平洋戦域での貢献度の低さもあり、我々が収めた成功報酬の分け前に預かろうとして、この地域への出動を提案したのだなどと、太平洋へのイギリス艦隊派遣申し出を警戒していた。しかし、太平洋艦隊司令長官チェスター・ニーミッツ大将らアメリカ海軍は戦力増強を現実的判断で歓迎し、A 太平洋艦隊として、 キング・ジョージ5世級戦艦2隻、空母5隻、巡洋艦5隻、駆逐艦15隻の強力な機動部隊を太平洋に派遣しているが、フォーミダブルもその一艦となって沖縄戦に参加した。本艦を含めたイラストリアス級は第1空母戦隊を編成していた。イギリス艦隊は先島諸島あたりに展開し、 台湾から出撃してくる日本軍の神風特別攻撃隊を牽制していたが、玉井朝市大佐率いる第205海軍航空隊の攻撃目標となり、5月4日の11時30分直後に日本軍の零式艦上戦闘機1機が雲の合間から不意をついてフォーミダブルに急降下してきた。フォーミダブルはあらゆる対空火器でその零戦を攻撃したが、 冷戦の登場員は、技量抜群で、一旦低空でフォーミダブルの飛行艦板上を通過すると、その後に、海面すれすれで直下の海面が波立つほどの低空飛行に移行し、フォーミダブルの対空砲火を避けて、その後に垂直上昇し500フィートまで達すると、飛行艦板の中央を目指して、再度急降下してきた。あまりに鮮やかな操縦技術に、 フォーミダブルに上巻し、取材をしていた従軍記者、デニス・ウォーナーは感銘すら覚えたという。冷戦はそのまま飛行甲板の中央に激突、搭載していた航空燃料によって大火災が発生して、飛行甲板上のコルセア1機とアベンジャー10機がすべて炎上して、関西機構で8名の戦死者と50名の負傷者が生じたが飛行甲板上に貼られた。 装甲板は機体通りの強度を示し、長さ三メートル、幅六十センチメートルのくぼみといくつかの箱が生じたのみで、特攻機と爆弾は装甲板を貫通することができなかった。しかし、特攻機の激突の衝撃で吹き飛ばされたリベットが、フォーミダブルの格納庫看板及び、中央機関室を通って突き抜け、蒸気管を破裂させ燃料庫を破壊し、一時的では、 あるが、航行不能に陥った。火災は徐々に沈下し、乾板のくぼみは、コンクリートと後半で修理が行われた。午後5時までに航空機の着艦が可能となって任務に復帰している。同じように、特攻機に突入された SX 級航空母艦が、飼育材に薄い装甲板を貼っただけの飛行乾板を、特攻機に貫通されて、格納庫や、 飛行甲板上にあった航空機や燃料弾薬が誘爆してしばしば甚大な損傷を被り長期にわたって戦線を離脱したのとは対照的であった5月9日にもフォーミダブルは特攻機の攻撃を受けた今度は冷戦2機がほぼ同時に襲ってきて1機は完備に急降下もう1機は海上を低空飛行で左限に迫ってきた左限から迫ってきた冷戦は 対空砲火が命中して炎上しながら海上に墜落したがもう一機は4日に同じ特攻機の冷戦がくぼみを作った箇所の近くに突入した。今度も飛行艦板上のコルセアとアベンジャー合計8機が炎上もしくは損傷航空機整備兵の1名が衝撃で飛んできた関西機の車輪と激突し死亡同じように 艦載機の破片で4名の整備兵が、負傷、さらに対空砲手1名が、火災により消死した以外は、艦に、大きな損傷はなく、フォーミダブル艦長のラック機ン大佐は、敵機1機撃墜、さらに1機を、飛行艦班でやっつけたと司令官に報告している。しかし、2度にもわたる、特攻機による損傷と29機にも上る、艦上機の損失で、フォーミダブルは修理と、 戦力補充のために戦線離脱を余儀なくされてシドニーに寄港した。特攻機突入のくぼみを応急処置した飛行艦板はすべて取り外されて新しい装甲板に付け替えている。他にも大きな損傷を負った機関室や電気設備などの修理も行われた。フォーミダブルは7月16日に前線に復帰して日本本土の攻撃任務に加わった。 その後、1945年8月9日に、アメリカ海軍との共同作戦となったオナガワ湾での戦闘に参加している。オナガワ湾や大港空襲では、アメリカ、イギリス両軍の艦上機による空襲で、大日本帝国海軍の松型駆逐艦流、不石艦上版、標的艦大浜、解剖艦天草、解剖艦,解剖艦稲木、総海底一隻、苦戦艇一隻。 小型タンカー一隻が撃沈されたり、損傷を受けた。女川湾を攻撃した、フォーミダブル航空隊の被害は、所属する F4U 及び、スーパーマリーンシーファイアの各一機のみで、撃墜されて、湾内と隣接する山地に墜落した。このうち、F4U の操縦士であったカナダ海軍の、ロバート・ハンプトングレー隊員は、第二次大戦最後のカナダ人戦死者となった。 グレータイは、解剖艦天草撃沈の功績により、ビクトリアクロス勲章が授与された。グレータイの記念碑は、女川町地域医療センターの敷地内に設置されている。なお、シーファイアの操縦士は脱出して、捕虜となった。幾多の戦闘による損傷の蓄積は深刻なものであった。海軍による戦後の調査で、 修理費用が莫大なものとなることが判明した。オールドフォーミーオールドフォーミーは1947年に予備役となり、その後再び現役任務に戻ることはなかった。フォーミダブルは1956年11月にスクラップとして廃棄された。ありがとうございます。